こんにちは、トライジャパンです。今回、前回出場したフランスでのリーグ戦のお話をしたいと思ってこの動画を撮っております。まあ、日本人でこういったリーグ戦に出場したっていうことがあんまりないので、まあ、こうやってお話ができたらなと思っています。まあ、早速なんですけど、今回リーグ戦試合ということもありまして、まあ、なかなか動画を回せなかったり、まあ、自分の演技もちょっと撮れてなかったんですけど、そういうのがあったのでこういう場を設けて、まあ、お話できたらなと思っています。まあ、皆様結構気になってると思うんですけども、どういう仕組みでやってるのとか、まあ、いろいろそういうところ気になると思うんですけど、まあ、今回私が出場したリーグ戦っていうのは、まあ、フランスでの所属チームで出場したっていう形になるんですけども、まあ、今回、まあ、自分もじゃ あんまり詳しく正直仕組みっていうのが分かってないんですけど、今回のフランスのリーグ戦っていうのは、まあ、一気にもうファイナル的な感じで、何チームかチームが集まって、フランスでのチームですね、チームが集まって試合をするっていう感じになっています。で、まあ、レベル的にレベルとかがあって、まあ、1部リーグ2部リーグと分かれていて、各、リーグのレベルごとに試合をして順位を決めるっていう感じの試合でした。あとはフランス、ちょっと名前がちょっと分かんない、フランスリーグの名前がちょっと分かんなくてフランスリーグってちょっと言ってるんですけど、他にもドイツだったら、まあ、ブンデスリーガ、それも私所属してるんですけど、ブンデスリーガというのがあって、それからイタリアにもセリエ A っていう、まあ、サッカー、まあ、ブンデスリーガもサッカーあるんですけど、まあ、サッカーがあるように体操もセリエ A のチームがある。まだ自分もあまり出場してないので、今回のフランスリーグしかまだ出場してないので何とも言えない部分はあるんですけど、まあ、少しだけお話しします。ちょっと前置き長くなっちゃったんですけど、そういった感じでちょっとお伝えできたらなと思っています。で、まずこの動画では、まあ、感想とかちょっとびっくりしたこととか大変だったこととかをお伝えできたらなと思ってます。まあ、まず感想ですね。感想はとにかく楽しかったです。楽しかったし、まあ、最高でしたね。なかなかこういった経験はやっぱできないなとか、実際に出場しないとこういう感情とか気持ちは経験できないなっていうのは感じました。まあ、雰囲気で言うとやっぱ正直日本の試合とかとは違ってすごいやっぱ盛り上がるし、まあ、今回ちょっとあんま会場が広くなかったので、あんま広くなかったから、まあそんな観客がたくさんいたかって言われるとそうでもないんですけど、まあそれでも満席っていう状態で常に応援が飛び交ってるっていう感じで、もうとにかくすごい盛り上がったし、もう笛が鳴ったり、もう手だけじゃなくて足バタバタして応援したりっていう感じで、もうこっち選手側の応援が通らないぐらいのもう応援だったし、盛り上がり、もう成功したらバーっていう盛り上がりあるし、とにかく盛り上がったし、まあ、チーム同士とかでも本当に応援し合って、まあ、日本と一緒っちゃ一緒なんですけど、まあ、とにかく楽しく試合ができたかなっていうのは感じました。はい、それがまあ感想ですね。まあ、個人的な試合としては、まあ、ミスもあったんですけど、まあ、今の実力は出せたかなっていう部分があるし、まあ、本当楽しく試合ができたとか、こういう経験ができたっていう、まあ、全部含めて本当良かったなっていう風に思ってます。まあ、びっくりしたことなんですけど、まあ、ちょっと言語の壁もまだ自分がもうあるので、
あんまり通じてないところとか、うまく聞き取れてないかった部分とかがあって、それはまあ自分のせいでもあるんですけど、まあ、それでも、まあ、今回の会場が、まあ試合会場の会場があって、サブ会場みたいなところでアップをするってなったんですけど、まあ、畳だけの部屋っていう感じで、本当ストレッチとか柔軟軽くアップができるようなもう部屋で、各選手も試合前にアップするっていう形だけになってて、まあ、そういった試合でした。そして、まあ、今回その前日の会場練習とか、本当本会場の練習とかがなくて、当日行って試合をするっていう形だったので、まあ、そのサブ会場で本当にアップ柔軟とかだけして、そしたらもうみんな試合着とか着替え始め、試合の準備をし始めたんですよ。それでもう会場行って7分アップ近くチーム、まあ、5、6人チームいるんですけど、7分チームで7分アップ、まあ、大体1人2本アップっていう風になってるんですけども、自分釣り輪からのスタートで、釣り輪のを7分アップ、まあ、2本アップして、それでもういきなり手を挙げて試合をして、釣り輪は終わりで、また次跳馬2本アップして試合をして終わりっていう感じの、もうやったことない試合でした、形式的に。まあ、今回このフランスのリーグがたまたまこういう、ルールとか仕組みの試合だったってだけかもしれないですけど、もうそこはびっくりしたっていうか、もうさすがに焦りましたね。うわ、なんか全然柔軟しかまだアップしてないし、会場でアップもなかなかできない状況で、本当行ってぶっつけで2本して試合してっていう感じだったんで、まあ、そこはちょっと大変だったし、びっくりしましたね。まあ、けど本当にいい経験になりました、これも含めて。またやっぱいろんな選手、まあフランス人だけじゃなくて、まあ自分日本人とかアメリカの選手とかイタリアの選手とか、まあ、様々な国の選手とかもいて、まあ、いろいろ交流あったので、本当にいい試合になったっていうのは、もう本当に良かったなっていうのは一言ですね。まあ、これからブンデスリーガーのシーズンが9月から12月って言われてて、まあ、それまで試合がないとかあるんですけど、まあ、リーグ戦はまたないんですけど、まあ、それに向けてまた頑張るのと、またそのドイツのブンデスリーガーの雰囲気とか試合を、まあ、実際に感じたこととかをお伝えできたらなと思っております。まあ、今回はちょっとリーグ戦、フランスリーグ初戦出たことの、まあ、感想とか感じたことをちょっとお伝えできたかなと思ってます。次回多分皆さんは気になると思うんですけど、その賞金って出るのとか、今どうやって生活してるの、金銭的にどうなってるのとかをちょっとお伝えできたらなと思っています。ぜひなんか恒例どうだったのとかコメントいただけたりしたら、ぜひお答えするのでコメントもお待ちしております。そして、まあ、見てくれた方々本当にありがとうございます。またいろいろなんか伝えられたらなと思うので、頑張って動画も撮っていきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。